皆様こんにちは。一言とと上の一子です。今日は10月9日の月曜日です。本来だったらばアメリカだとコロンバスデーというかね、アメリカがコロンバスに発見された日っていうことで、祝日になってるはずなんですけれども、最近はコロンバスっていうのがアメリカンインディアンが静かに生活している場所に 侵入してきて土地を奪ってったみたいな、そういう日でもあるっていうことでですね、コロンバスは悪者だみたいになってるんですよね。2年ぐらい前にバイデン大統領がコロンバスデーっていうのを改めて、何て言うんだったっけえっ、ー、と、インディジュアス、インディジュアスピーポーズデー、インディジュアスピーポーズデーかなあれですよね。 インディジュアスだと思ったんですけど、ちょっと発音をインディ・インディジュアスでしたね。そう、インディジュアス・ピポーズ・インデイとディクレアしていました。学校によっては、やっぱりその、子どもの教育にも良くないっていうことで、 うちの職場でもコロンバスデーはずっとお休みにはなってないし、だが今日も仕事だったんですけど、学校によってもお休みの日だったり、そうじゃないところもあったりとかして、いろいろでした。コロンバスって、そう、イタリアイタリア系のお祭りでもあったんだと思うんですけどね。なんかニューヨークに行った時は結構、あの、 昔のね、私がいた頃はジュリアニーとかイタリア系だったので、まあ大きいパレードとかして、もうそれはそれは迷惑な感じだったんですけど、ブロックされて。一言。ジョー五55からのハッピーライフで。今日はまあそんな日だったんですけど、今日は私はね、ホームカミングの撮影をなんとしてきました。 ホームカミングっていうのはまた今の時期故郷みたいな場所に戻るみたいなね要はだからあの実家に帰るっていうよりは大学とかの卒業生なんかが大学に集まってみんなで祝うみたいなそういう感じでねでそれと同時にその大学のフットボールの試合がこう始まったりとかしてなんか私も今日はこの UNC のシャツを着て それで地元の、まあ、あの、他にもいろんな大学が集まってですね、そのホームカミングの、あの、まあ、いろんなダイバーシティでね、いろんな大学の人たちがいて、 ホームカミング、イェーイみたいな感じで撮影をしてきました。すごい楽しかったですで。今日はですね、何をお話ししたいかなと思ったら、みんながエージェントって何って言ってる人も多かったんで、で、私ね、実はこう見えてもエージェント契約してるんですよね。 ジョーも一緒に。ジョーにはその自覚があるかどうかわかんないんですけど、もともとは子供から始まったんですけど、うちみんなお母さんも含めてエージェント契約をアメリカでしてたんですよ。とていうか今でもしてるんですけど、もう子供は辞めちゃったんですけど、まあジョーと私はまだまだあのこれから頑張ろうと思ってるんで、ハリウッド。 映画デビューでもするかみたいに思ってるんですけどね私が思うところのアメリカでのエージェント契約っていうのはこういうものですっていうのをお話ししたいなと思いましたでもねこれねそんなねみんながね思うほど複雑なものではないんですよ。ままずじゃあそこから言いますと エージェントと契約をまずするんですね。私のエージェントはキャスティングディレクターなんで、キャスティング専門なんですよ。で、アメリカは、まあ私ぐらいのレベルだと、あとでもまあ結構スターの人でも、割とね、オーディションをする人たちが多くて、みんな大体オーディションをするんですね。だから日本の人たちみたいに、この人にとかって、指名でっていうのは、 よっぽど大女優とか大スターにならない限り、そうのないんで、割と同じだと思うんですけど、そういうシステムは。で、その人と契約してたら、どんどんこの役、あ、この人いいかなってエージェントが判断したら、どんどん私のところにオーディションを送ってくれるわけですね。でも、エージェントはマネージャーじゃないんで、マネージャーは 私の場合ですけど自分でやってるんですね。マネージャーを雇えるほど仕事もしてないし基本的に私はそういう仕事っていうのはサイドで、まあ、趣味みたいな感じでやってるんで自分でマネジメントしてるんですね。だから自分で今まで出たとかあとスケジュール管理とかまあ大体6ヶ月で1回ぐらいしたら まあ髪型とかも変わったりとか、なんとなくこう雰囲気も変わってたりとかしたらね、いけないんで。で、あとやっぱり頻繁にそうやって、プロファイルピクチャーとか、ポートフォリオピクチャーみたいなのを頻繁に変えれる方が、やっぱりエージェントとかにも、あ、この人頑張ってるなっていうアピールにもなるんで、だいたい半年に一回ぐらいそういう写真撮影をして自分の。で、それをそういう自分のサイトみたいなのがあるんですね。で、エージェントからこことこことここと とこういうところに登録してとかって言われる場合もあるし、自分で業界の人が見てくれるなんか年間みたいなのがあるんでしょう。 アクターズ年間みたいな。で、そういうのに登録をするですね。で、もちろんそれはお金払ったりとかするんですけど、で、そこに自分のページがあるので、もうフェイスブックみたいなもんですよ。で、そこを自分の新しい写真とか、やった仕事とか、アピールのね、文章とかそういうのを書いて、で、身長、体重、スリーサイズとか、言語何ができるとか、まあそういうこと、細かくそういうのを書いてあるんですけど、そういうのをこう、インプット、 としてでそしたらそういうところを見てエージェントたちは「あこの人いい」いいとかって自分と契約しているタレントさんを持ってきてで「あなたいついつ空いてる空いてたらこの、まあ、オーディションの段階ではあんまり詳しいことは聞かされないんでもうあのいついつ行けたらこういうの役が日本人の40代のこういう こ役があるからって、もう本当極秘なんですよね。だからタイトルとかも教えてもらえないし、セリフももう1ページとか、そんな詳しい映画がどういうものかっていうのもあんまりわからないで、読んで自分なりにこんな感じかな、みたいな感じで。 役作りをして自分なりにどういうふうにできるかっていうことをエージェントが教えてくれる場合もあるんですけどね、こっそり。そういうのをまあ話し合いながらオーディションに臨むっていう、それがね、エージェントの仕事なんですよ。マネージャーがいたらそういうね、いろんなその写真撮りましょうとか、あとこういうサイト、ここのイン フォーメーションをもうちょっとアップデートした方がいいからとか、もっとこういうところになんかじゃあ今度挨拶に参りましょうとか、そういうことはやってくれるんだけど、私の場合は本業に差し障りがない程度にっていうことでやってるから、マネージャーつけてなくて、自分でそのエージェント契約をしているキャスティングディレクターに、これとこれのサイトにはじゃあ登録して、いろいろ自分のページを充実させてね、みたいに言って、 でそれで、ね、いろいろやって大体いいそういうエージェントがくれるオーディションっていうのはインビテーションオンリーっていうオーディションで,でそれはどういうオーディションかって言ったら普通オーディションって言ったらもう1回だけじゃなくてもうハリウッドの映画とかそういうものになったらもう何百回もあるわけですよね。10回ぐらいするる場合もあるしだいたい、まあしま 5回ぐらいはすんのかな。で、その最初の3個ぐらいがもうクリアされてて、インビテーションオンリーだから結構かなり脈ありみたいなところまで持ってきてくれる。そういうオーディションばっかりエージェントの人はくれるんですよね。でもスケジュールが 合わなかったりとか、競合で、例えばそれがコマーシャルだったりとかしたら、なんか同じ業界のコマーシャル、例えばこの銀行のコマーシャルにはもうすでに出てるから、出れませんとか、そういうのも、マネージャーがいたらやってくれるんだけど、エージェントはそこまで把握してないから、自分の判断で、ああ、これはこういうのに前出てたから、それでもいいんですかみたいな話を、まあ、エージェントとしたりとか、ああ、それだったらダメねって、じゃあまた今度ね、みたいな感じ、うん。 とか本当にいいみたいに思ってくれた時は結構電話とか実際会っていろいろ役作りとか一緒にやってくれたりとかはするんですけどまあめったにそういうのは私の場合はないのでただじゃあいついつここに行ってでオーディションをしてきてで 必ずオーディション終わった時には、まあ電話して、こうでこうでこうだったっていう報告はするんですけど、あとはエージェントが知ってくれるのは、仕事を実際して、お金ですよね。お金を振り込んでくれる。エージェントがお金振り込んでくれて、仕事にもよるんですけど、大体が、まあ私たちの場合は、エージェントのところに振り込みがあって、 で,でそっから何パーセントはもらうからっていうことでそれでその残りを振り込んでくれるっていうことが多かったかな私たちからエージェントに払ったっていうことはないですね大体、うん、いいそれはエージェントの人がやってくれててでそういうのも契約で大体いい決まってるしであとは 仕事によって、もうオーディションの時にエージェントにいくらいくら行きますとか、そういうのもオーディションの時に聞ける。で、ギャラも一応聞けると、いろいろ種類があって、一回こっきりのこの撮影とか、あとシーズンでとか、あともうバイアウトって言って、要はもうあの権利を譲る感じ。そうじゃない場合は、 一回だけ、この期間だけとかって大体こう決まってるんですけど、で、それを延期にする場合はまたお金が発生とかしたりするんですね。だからあんまりバイアウトはずっと使われる可能性もあるから、あんまり良くはないけど、ギャラとしてはまあ多い場合もあるって感じかな。 まあそんな感じなんですよ。アメリカは広いから、私たちがお世話になっているエージェントは、ノースカロライナとか、東南部のに限られてるんですよね。だから、もし私たちがニューヨークとか、キャリフォルニアとか、 ハワイとか、そっちの方で仕事がやりたいとか、あと自分でこう見つけてくることもできるんで、まあだんだん座ってね、いろんなオーディションとかに行ってたら、個人的にもやっぱりネットワークもできるし、気に入った他のね、キャスティングディレクターとかにも出会う機会も多いし、契約してない人たちからも情報が入ってきたりとかするようになるんですよね。で、そうなってくると、契約してるから、この私の場合だったら、 そのノースカロライナとかサウスカロライナとかジョージアとかテキサスとかその東南部での仕事は彼女その私たちのキャスティングディレクターを通してしか仕事できないんだけどニューヨークとか別のエリアの仕事だったらどんどん自分で仕事をしていいんですねでもちろんその時はこういう仕事が入ってきたんでやりますよ 一応はエージェントの人にその胸を承諾してもらわないといけないんだけどでもそれは全然 OK だし私がやってるキャスティングディレクターは演劇の方なんでアクティングの方だから私がもっとモデルの仕事をしたいっていうふうになったら今度はモデルのエージェンシーとも契約することが できるわけですよね。だから、モデルエージェンシーと、そのアクティングのキャスティングのエージェントはまた別物だし、まあたいマネージャーとかマネージメント業務っていうのは誰か一人ね、全部を見てくれる人がいればありがたいんですけど、まあ私の場合はそれ全部自分でやってるから、 モデルエージェンシーにも入ってた時もあるんですけど、ちょっと私の場合はなかなかできなくなって、こっちの方は今誰とも契約してないんですけど、アクティングの方だけは契約してて、でもモデルエージェンシーと契約してなくても、このアクティングの方でもコマーシャルの仕事とかっていうのは入ってくるから、 まあその辺はね、まあもしモデルエージェンシーと契約してたら、こっちのエージェントとも、こっちのエージェントがこういう仕事くれたんですけど、コマーシャルの仕事だけどやりますよっていうのをこっちの。 モデルエージェンシーにもちゃんと了解をとってっていう、そういう感じですね。だから、エージェントとマネージメントとか、もう全然別物なんですよね。日本の芸能事務所っていうのは、マネージメントをしてくれる会社が、キャスティングもしてくれるっていう、もう全部一緒になってるのが多いんで、ややこしいと思うんですけど、アメリカはね、っていうか私が契約している人たちは別なんですね。私はマネージメント、 人だからいろいろ大変なところもあるけれどもまあそれでも十分できるしその方が自由があって断れたりとかもね気軽に でできるんでただですねやっぱり一度断るとやっぱりああこの人はそれだけの気持ちでやってるんだなっていう風になっちゃうからなかなかね一度断っちゃうと来なくなったりすることはありますねだからエージェントの人にもコミュニケーションは大切なんでマネージャーのようにスケジュールとか教えたりとかそういう話をしながら進めるっていうこともあるだからなんとなくマネージャーっぽいような感じになる時もあるんですけどでも 基本的にマネジメントはもう私が全部一人でやっててエージェントはもうキャスティングの話だけ持ってくるっていう感じででそれで困ったことはないしだからよく例えばだけど外国にね進出してモデルさんが例えばアメリカのモデルさんがパリコレとかにも出たいとかそういう場合は パリのエージェントとまた契約するわけですよ。んかアメリカのエージェントとはまた全然別で。で、多分それは日本の人たちも同じなんじゃないかなって思うんですよね。だからジャニーズの契約書が、なんかその宇宙系のところは全部自分たちの管轄内ですみたいに書いてあったみたいですけど、それっていうのははっきり言ってありえないんじゃないかなって、そのジャニーズがただ単に言ってるだけで、 世界では通用しないと思うんですよね。例えば、じゃあ、ジャニーズの人たちがパリコレに出るとか、海外の仕事をね、するとか、ハリウッドで仕事するみたいになった時に、エージェントとか、ロイヤーとか、マネージャーっていうのは、まあ、ジャニーズができればいいけど、ネットワークがあるかどうかっていうことですよね。 なんかよくアメリカのアカデミー賞とかそういう賞とか見てるとみんなすごいなんか「Thank you for」なんとかなんとかとかって言うじゃないですかアクノ e ジメントっていうかでそれはマイマネージャーから始まってエージェントでロイヤーでスタイリストとかメイクアップアーティストとかもね もうどんどんいろんな携わった人を言ってるけど、いろんな人がいろんなところでこう携わってるから、もう本当に感謝しなきゃいけない人のリストが増えるっていうのはそういうことだと思うんですね。だからその辺がちょっと日本の人たちにはわかりづらいのかなって思ったりするんですけど、そんな感じです。あとたまにキャスティングディレクターがやってくれるのはまあレッスンですよね。 でもレッスンって言ったってお金払わなきゃいけないし、そうの、まあ私はやったことないんで、もう全部自分でだからそういうのはやってます。だからそれがマネージメント教っていう風になると思うんですけど、これを機にね、またちょっとエージェントに電話して、 もうちょっとぐいぐいと仕事をくださいっていう営業の電話でも入れようかなとちょうど思っていたところなんですけど多分だけどジャニーズの人たちもエージェント契約するんだったら新しい会社はマネージメント業はできないはずなんですよエージェント契約だったらだから彼らは別にマネージメント業の人 を雇うとかかもう自分たちでやるかっていう感じになるからそのエージェント契約っていうのをジャニーズの人たちがどういうふうにやるのかっていうのちょっとそれ微妙でよくわかんないですねむしろもしマネージメント業するんだったらそれエージェントじゃないと思う。 っていう感じですもうちょっとそこも彼ら自体もまだその辺がまだ煮詰まってないのかなっていう気もしますねまあ、ただアメリカのやり方でやるのが正しいって いいうふうふには思わないから、まあ、日本にはね日本のやり方があるだろうしタレントさんの方も自分たちでマネージメントができる人たちって限られてるんで特に若い人たちはやっぱりもう全部マネーージャーに頼りきりきだと思うんですよねだからそういう人たちがいきなりエージェント契約だけしてマネージメント業を自分たちでやるっていうふうには思えないからその辺をちゃんとどこまでエージェントという。 新しい会社の人たちがフォローできるのか、またはしていいのかっていうことだと思うんですよね。なんか大変になると思いますよ。エージェント契約って。自由なんですけど、自分たちがちゃんと、しっかりそういうことができてないと、スケジュール管理から何から全部分かってないといけないんで、しっかりした人じゃないとできないと思うし、日本のタレントさんを見てて思うのは、なんでも、 マネージャーがとかなんか結構マネージャーに頼りきってるっていう感じがしないでもないんでまあこれは私の個人的意見なんでそうじゃない人もねいっぱいいるかもしれませんがそんな感じですね。エージェント契約っという,い,ういうことをお伝えしました。ごご視聴どううもありがとうございましたそれでは